小林美香は、広島県出身のピアノ弾き語りシンガーソングライター。幼少の頃より歌い始め、5歳からピアノを習う。音楽活動のため18歳で、広島より上京。ほとんどの楽曲を、自らが、作詞作曲。好きな作家は、江戸川乱歩、太宰治、後期の川端康成、好きな球体関節人形作家は、吉田亮。 ダンスや殺人を習うなど、アクティブな一面もある。廃墟好き。工場夜景のファンである。22歳の時女性ボーカルオーディションに、オリジナル曲で挑み、1000人を超す応募者の中から、グランプリを獲得。その後2005年にミニアルバム、月夜の駆け落ちで、CD デビュー。2009年、初のシングル、毒、軍下と、自身がリーダーを務めるバンド。 鎌倉組のフルアルバム、くるくる回るがともに、全国流通。同年企業のイメージソングを手掛け、株式会社日課により、明日のためにがリリースされる。2011年には、セルフプロデュースのフルアルバム、糸車が全国流通。歌唱力に高い評価を受け、2010年より、ドラマやアニメのサウンドトラックに、ボーカリストとして、多数参加。アニメ、 機動戦士、ガンダム UC、青のエクソシスト、戦国バサラに、鋼鉄城のカバネリ、進撃の巨人、アルドノアゼロ、ドラマ、坂口健治主演連続、イリュウ、チームメディカルドラゴンマイナス3、佐藤隆太主演、まっすぐな男、土屋太志大鳥主演、連続テレビ小説、マレ、映画市原隼人主演、ボックス、と、その他、 ファイナルファンタジークシー、ゼノブレードクロス、ホーツキさんなどのゲーム音楽にも多数参加している。拠点を東京に置きつつ、名古屋、大阪、新潟など遠方でもワンマンライブを開催。2010年には、イタリアフィレンツェのテアトロデルサーレにて、ソロライブを決行。ベッキオ宮殿や国立ペルゴラ劇場にも出演。2011年以降もドイツイタリアでライブ出演。 2017年には、中華圏ツアーも開催する、と、世界各国で、活動の幅を広げている。長年のフリーランスでの活動にて何たるイバラの、道かと思い知ったにもかかわらず、2016年、自主レーベルミカブスを設立。イバラの道は終わらない。小林ミカ主催イベント音楽、殺人、ダンス、映像のコラボ。 解析シリーズイベント2016年10月25日26日11月3.4日沢野博之ライブヌージークレーレイイオン海外ウェブパーソナリティミュージックムービー崩壊サードコミカライズ逆入信編完結記念 PV ボーカル参加小林美香鎌倉組美香小林小林美香主催企画実験的 PV 集邪神集使用 DVDDVD ありがとうございます。